ベンベヌート・チェッリーニ、ベンベヌート・チェッリーニ、ベンベヌート・チェッリーニ作品23、H76 は、エクトル・ベルリオーズが作曲した二幕から構成される、オペラである。ベンベヌート・チェルリーニとも表記される。日本では序曲のみ演奏されることが多いが、世界的には2003年のベルリオーズの生誕200年を、契機に徐々に、全曲での上演が増加してきている。 イタリアのルネサンス期を代表する彫刻家ベンベヌートチェッティーニを主人公としている。彫刻家ベンベヌートチェッティーニの生涯に心を打たれ感動したベルリオーズは1834年の5月頃からオーギュスト・バルビエ、レオンド・ベイリー、アルフレッド・ド・ビニー、エミール・デ・ジャンラ大本作家たちと共にチェッティーニを主人公としたオペラ・コミックを構想する。 同年8月末に台本は完成し、その直後に作曲に着手する。1836年10月に奏功が完成し、翌1837年にオーケストレーションを施す。序曲はその後に作曲された。作曲に2年を費やしたが、1838年9月に全曲が完成する。そして同年9月10日にパリのオペラ座で初演したが、 散々な不評に終わったという失敗の原因はグランドオペラのスタイルを期待する聴衆の当時の思考に合っていなかったことや台本が当時流行っていたオペラコミック向きでもなかったこと当時の音楽界でベルリオーズが手厳しい音楽批評を書き続け業界関係者から著しい反感を持たれていたことも大きな原因であったベルリオーズはオペラ座の管理者たちと 良好な関係を築き上げていなかったので、初演までの運営がうまくいくとは、到底思われなかった。また、作品が時代を大きく超越していたため、聴衆に理解を求めるのは容易ではなかったものと見られる。ベルリオーズは、聴衆のレベルや好みに合わせて作曲するような、顧客志向の作曲家ではなかった。どんな分野でも、才能を高く評価される。 芸術家が生前このような悲劇に見舞われることは珍しくない。ベルリオーズは回想録の中で以下のように述べている。私はベンベヌート・チェリーニの生涯のいくつかのエピソードに非常に心を打たれた。私はこれが歌劇のためのドラマティックな題材として興味あるものを提供してくれると考えたが、これが不幸の原因だった。また次のようにも述べている。私が オペラ座で書くのごとく拷問にかけられて、以来、すでに14年が経った。私はもう一度、この不幸なオペラの送付を入念に、冷静にかつ公平を心がけて読み返してみた。だが、楽奏の変化の豊かさ、精細のある情熱、その音楽的色彩の輝きを認めざるを得ないのです。それはおそらく今後の私の作品にも例がないで、あろうと思うほどであり。 この作品がもっと良い運命を辿るべき価値があるということを思わざるを得ないのです。ベルリオーズとその時代を表したボルフガング・デイムリングによるとベンベヌ・とチェッディにはオペラというジャンルの一切の規範を大胆に踏み越えている。極めて高度な技巧を駆使して大いなる表現の可能性を秘めた飛び切り息のいいアンサンブルを聴かせる曲はいちいち数えていたらキリがないほどである。 第一幕のフィナーレの重層的な構造はまさにベルリオーズの独断場と言ってよい。この残悔火曜日の壮大なシーンはリストンの言葉を借りれば引く中略からランチキ騒ぎや復讐に我を忘れていく地に声が声にかき消されてしまう空前のシーンであり劇音楽がこれまでに提示し得たどんな感動的な大場面も凌駕している。さらにベンベヌートチェッリーニの音楽の技巧は 聖地を極めている。実際、19世紀の前半に書かれたスコアにはこれほど、物は見当たらない。中力から、ベンベヌート・チェッディには、オペラというジャンルを批判し、伝統に小座を書いた古い芸術に対して、新しい芸術を熱っぽく主張した、革命的で、しかも建設的な作品であると説明している。また、オペラ詩を表した、D ・ J ・グラウトは、オベール風の、がっちりした、 オペラコミックであるが、音楽的なスタイルは一層変化に富み、さらに独創的な手法を見せ、序曲は、ベルリオーズの短い気楽曲中では最高の名作の一つであると語る。緊迫した、生命感と燃え上がるような還元楽と合唱の処方に満ちた、ベンベヌートチェーには、フランスが生んだ数少ない真のロマン派オペラの一つに数えられるものである。ベルリオーズ自身が、 伝統に縛られない、フィレンツェの天才彫刻家と、一心同体になっている。ルネサンスキーイタリアの画家、金彩工史、彫刻家、ベンベヌートチェッリーニは58歳に自助伝に着手、なんと13歳の筆記者に口述筆記させたものである。高等無形さ、自由奔放さ、破天荒さ、無鉄砲さ、不道徳なベンベヌートチェッリーニの生き様が、 綴りや文法に肯定しない型破りの文体で16世紀、イタリア風俗が語られた作品である。大公改革後のイタリアでは出版されなかったが、18世紀になると1728年に交換された。ドイツでは1803年にゲーテが解説途中を添えてドイツ語訳を刊行した。1822年には、そのフランス語訳が発刊され、ルソーやスタンダール、 アレクサンドル・デュマ・ペール、これに関連するアスカニオという小説を書いているにも熱烈に支持されたが、ベルリオーズもその一人だったのである。このオペラの主題は芸術及び芸術家である。チェッティーニの自伝に記されている外見上もドラマティックで芸術技法としても危険度の高いペルセウス像中像の場面をベルリオーズの台本作家たちは壮大なスペクタクルに仕立て上げた。 しかしながら、このリブレットの筋立てにはいくつか、不可解に感じられる分もある。つまり、陰謀をめぐらす的フィエラモスカですら改心させ、最終的には協力してしまう点。ペルセウス像中像の完成により、殺人罪が許されてしまう点。テレーザーとの恋が、第二幕では、副次的なテーマに交代する点などである。これらの疑問はこのオペラが崇高な芸術史上主義に、 基づいていることと16世紀イタリアと現代の道徳感に相当な乖離があるを考慮すれば、概ね説明が可能と思われる。結局オペラは1月に4回ほど上演されただけで、レパートリーから外された。その後、1852年に友人のフランツリストの指揮によってバイマルで上演された際には、好評を持って迎えられたという。 好評を得たことを知ったベルリオーズは、オペラの全体を三幕に変更するとともに、大幅な改定を行う、1856年まで、全三幕の改定版はサイドバイマルで上演された。その後は、バイロイトで上演された際に、わずかな成功を見た程度にとどまった。ベルリオーズの死後の公演記録は、1879年のハノーファーでの上演。 1911年のウィーンでの上演がある。1913年にはパリのシャンゼリゼ劇場の落とし公演の一部としてフェリックス・ワインガルトナーの式で6回上演されている。1935年にはグラスゴーグランドオペラ・ソサイエティによりトロイアの人々に引き続きエリック・チス・ホルムの式で伸ばされた。1956年には英国の周遊オペラ・カンパニーである。 カール・ローザ・オペラ・カンパニーによって、レパートリーに加えられ、ロンドンのサドラーズ・ウェルズ劇場で2公演が行われた。1966年12月15日には、ロンドンの王立歌劇場で上演され、翌1967年には、ナポリでイタリア初演が行われた。1975年には、サラ・コールドウェルの式で、オペラ・カンパニー・オブ・ボストンにより米国初演が行われた。 歌手は、ジョン・ビッカース、ベンベヌート・ジェリーに他である。2003年には、メトロポリタン歌劇場での初演が、ジェームズ・レバインの指揮で行われた。2007年のザルツブルク音楽祭で、指揮者、バレリー・ウルニエフ、ウィーン・フィル・ハーモニー関連楽団の演奏、現代的演出で上演された。2014年6月には、イングリッシュ・ナショナル・オペラが、ネーデル・ランド・オペラ及び、 ローマ歌劇場との共同制作により、英語にて上演し、好評を得たため波及効果が出ているものとみられる。このプロダクションは2015年5月に、アムステルダムのネーデルランドオペラで、マーク・エルダーの指揮、テリー・ギーリアムの演出、ジョン・オズボーン、チェッディーニ、マリアンジェラ・シチリア、テレーザ、ローラン・ナウリ、フィエラ・モスカの配役で上演された。この上演は、 NHKBS のプレミアムシアターにて2015年11月9日に放送された。さらに2015年11月にはバルセロナリセウ大劇場でテリー・ギーリアムの演出で上演された。テリー・ギーリアムの演出による上演は2016年3月4月にローマ歌劇場にてロベルト・アバドの指、歌手、ジョン・オズ・ボーン、チェッティーニ、エレナ・モスク、 テレーザ・マリアンジェラ・シチリアに変更、アレッサンドロ・ルオンゴ、フィエラ・モスカ、マルコス・スポッティ、教皇、バルデュイ・アブラハミアン、アスカーニオの陣容によって上演された。また、2015年11月には、ケルン歌劇場の建て直しに伴う、再開の落とし公演で、フランソ・ワグザビエ・ロトが音楽監督に就任し、カルルス・パドリッサ、ラフラ・デルス・バウスによる演出で上演される予定であったが、 新劇場が未完成であったため、大体のスターテンハウス、スターテンハウス AM ラインパークにて上演された。このほか、2015年11月から2016年2月にかけてドイツのボンデモ、ローラスコッチの演出、ステファン・ブルニエの式で上演された。パリオペラザはベルリオーズのオペラチクルスを計画しており、2017年のシーズンとなるが、テリー・ギリアムの演出、 フィリップ・ジョルダンによる指揮、ジョー・オズ・ボーン、プリティ、イエンデなどの配役による、ベンベ・ヌート・チェッティにも、その計画の一環として上演された。序曲は、演奏会でも取り上げられる有名な楽曲である。ベルリオーズの作品番号、H 番号では、H76 ビットが与えられている。また資料によっては、大序曲とも表記される。なお、初演時には、 好評を受けている。演奏時間は約9分から11分。その他、合唱、バルドゥッチ家の女中たちと近隣の人々、長金師たち、芸人たち、踊り手たち、仮面劇の役者たち、教皇の従者たち、衛兵たち、修道女たち、修造所の人たち、ローマの人々。全曲で約2時間30分。第一幕、約1時間20分。 第2幕、約1時間10分。時と場所、16世紀、1532年の教皇、クレメンス7世の統治下におけるローマ、及びシャニ2区祭を背景とした3日間。テレーザがバルドゥッチの邸宅に一人佇んでいる。彼女の父であるバルドゥッチは、ペルセウスの銅像の制作の注文決定の命令を、フィレンツェの金細区チェッリーニに与えるために、 教皇によって召喚されていた。バルドゥッチは彫刻家としてフィエラ・モスカを推奨していると見込まれ、と同時にバルドゥッチはフィエラ・モスカが彼の娘テレーザと結婚して欲しいと考えていた。テレーザの足元にチェッディーニによって道から花束が投げ込まれるが、それには短い書簡が添えられている。書簡にはチェッディーニとテレーザが合い引きをするためのチェッディーニの 計画が説明れている。それによると、シャニクサ祭で、チェッリィーニとアシスタントのアスカーニオは、僧侶に変装する。チェッリィーニは、白の装服、アスカーニオに、茶色の装服で、サンタンジェロ城のカノン法がシャニクサ祭の終わりに、鳴り響くと、チェッリィーニとアスカーニオは、装服を脱ぎ捨てるというものである。フィエラモスカは、チェッリーニとテレーザに気づかれないよう部屋に入り、二人の、 内緒話を聞いてしまう。そこへバルドゥッチが帰ってくるが、テレーザがまだ寝ていないことに驚く。フィエラモスカは部屋の中に隠れ、テレーザはチェッリーニをドアの後ろに追いやる。父親の気をそらすために、テレーザは自分の部屋から音を立てる。バルドゥッチは娘の部屋にフィエラモスカがいるのを見つける。バルドゥッチが怒り出し、大騒ぎとなる。その間にチェッリーニは逃げ出す。 バルドッチとテレーザはフィエラモスカを泉に投げ入れるため隣人を呼び出す。フィエラモスカもこの騒動からか何と逃れることに成功する。チェッティーニとその見習いや友人が近在区であることの参加を歌う。ベルナルディはもっとワインをと注文するが宿屋の主人は彼らが飲んでしまったワインの付け、飲んだワインのリストをいながらになっている金額の決済を先に要求する。そこに アスカーニオがペルセウスの彫像のための教皇による制作費の先払いの大金を持って現れ、鋳造を翌日までに終わらせる制約がなければ、その金に手をつけさせないことを警告する。金細工たちは、鋳造を終わらせる誓いを歌い、飲み続ける。フィエラモスカも、チェッリーニの計画を耳にし、友人のポンペオに打ち明ける。ポンペオは、テレーザを奪うため、フィエラモスカと、 自分も僧侶に変装することを勧める。人々が広場に集まっている。群衆は、ミダス王のパントマイムやおどけた、オペラなどが繰り広げられる、カサンドロの屋台小屋を組み立てている。バルドゥッチとテレサは、チェッリィーニとアスカーニョが僧侶に扮した直後に入って、来る。フィエラ・モスカとポンペイオも、同様に偽装している。パントマイムでは、アルルカンとピエロ。 ミダス王がバルドゥッチのように見えるように清掃が現れ、注目を競い合う。この時、本当のバルドゥッチがテレサを残して、ステージに近づく。二組の変装した僧侶は、その後、混乱に乗じて、テレーザに近づく。四人の変装した僧侶が鉢合わせになり、剣による戦いを始める。この争いでチェッディには、ポンペイを刺し、致命傷を与えてしまう。群衆は静かになり、 チェッティーニは殺人で逮捕されてしまう。チェッティーニが連行されようとしているとき、サンタンジェロ城からシャニクサ祭の終わりとし純説の開始を示す大砲が打ち鳴らされる。アスカーニオとテレーザが消灯し、広場内の明かりのすべてが消された暗闇によって得られた混乱の中で、チェッティーニは捕らえようとする者から逃げ出す。一方、フィエラモスカは誤って、チェッティーニの代わりに、 逮捕されてしまう。アスカーニオとテレーザーは、チェッリィーニのアトリエで、彼の帰りを待っている。修道士の行列が通過するとき、アスカーニオとテレーザーは祈りに参加する。するとチェッリィーニが僧侶の変装のままで入ってきて、彼の逃走計画を詳しく説明する。チェッリィーニは今、殺人の角で指名手配されているので、テレーザーとフィレンツェから脱出する計画であるが、 アスカーニョは、彫像を鋳造する義務をチェッティーニに思い出させる。そこに、バルドッチとフィエラモスカが現れる。バルドッチは、殺人者として、チェッティーニを非難し、フィエラモスカにテレーザーとの結婚を約束する。その後、教皇が、彫像の進行状況を確認するために現れる。チェッティーニは言い訳をするが、教皇は、チェッティーニらを解任し、 教皇は別の彫刻開始名を与えることを決定する。チェッリィーニはその時、彫刻の金型を破壊すると脅迫し、教皇の護衛がチェッリィーニに近づくと、チェッリィーニはハンマーを振り上げる。教皇はそこで、チェッリィーニに次のように提案する。チェッリィーニがその日の夕刻までに彫像を完成することができた場合、教皇はチェッリィーニの犯罪を許し、テレーザと結婚できるようになる。 しかし、チェッティーニが完成することができなかった場合、チェッティーニは、公主刑にされる、というものである。アスカーニオの、私は、悲しいというアリアの後、チェッティーニは、荒れた山の上にという歌を歌う。金イ区たちの合唱が、ギター伴奏と鉄を打つ音を伴って聞こえてくる。フィエラ・モスカが二人の取り巻きを連れて到着し、チェッティーニに決闘を挑む。チェッティーニが受け入れ、 その場で決着をつけることを要求するが、フィエラモスカは、チェッリィーニの工場から離れて行うことを要求して、フィエラモスカたちは去る。すると、テレーザーが到着し、アスカーニオの手に、チェッリィーニの兆権を見て驚くが、チェッリィーニは、彼が安全であることを、テレーザーに保証する。テレーザーは、カズトとなり、金細工たちは、賃金が支払われておらず、 ジェッリィーニから何の指示も受けていないとの不満から道具を置いて作業をやめる。テレーザーは賃金が最終的に支払われることを保証しようとするが無駄に終わる。そこにフィエラモスカが現れる。テレーザーはジェッリィーニが死んでしまったと思い気絶する。しかしそうではなくフィエラモスカは金細工たちに完全に仕事を中止するよう賄賂を提供しようとしていた。 この汚い行為は、金細工たちを憤慨させ、フィエラモスカに対する怒りをあらわにし、逆に彼らはチェッティーニへの忠誠心を主張する。そこへ、チェッティーニが現れ、金細工たちはチェッティーニを助けるために、作業着を着用し、フィエラモスカにも、作業着の着用を強制し、仕事を再開する。夕方になり、教皇とバルドゥッチは、彫像が完了したかどうかを確認するために、 到着する。フィエラ・モスカはそこで、フランチェスコとベルナルディーノが、事前に確認しているように、金属不足で鋳造が完成できないこと公表する。バルドゥッチとフィエラ・モスカは、チェッリィーニの差し迫った球場に満足する。チェッリィーニは、祈りと絶望の瞬間に、アトリエ内のすべての芸術作品をもべて用回路に入れると言い出す。これにフランチェスコとベルナルディーノは仰天する。 これが実行されると、航路から爆発が吹き上がる。その後、溶けた金属が金型を充填するため次々に出現し、溶融炉に投げ込まれる。そして、鋳造が奇跡的に成功する。バルドゥッチとフィエラ・モスカは、チェッティーニの成功を認める。教皇はチェッティーニに約束通り御社を与え、チェッティーニとテレーザが結ばれる。オペラは、金細工たちを称賛する。 熱狂的な大合唱によって大断円となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。